えて、ー、かすごくね。お<ー>よろしく頼むぞ。 さあ、久しぶりだね、スパイ教室。えおいおいおい。クラウスか落とされたのかあ、自殺かんクラウスああ、じゃない。ああ あれかうわーめっちゃやられてるやん。ああクラウスの写真。狙ってくんのか。うん、来そうだね。今回はあの男との戦い。いや、2週間ぶりだから。うん、久しぶりだねー、リリーうん。 まあ、二週間みんな旅行に出てたんだね。うん。うん。うん。え <laughs> 怪しくね <laughs> 怪しくねえかー。罠の香りがするなーなんか。<laughs> 香ばしいの。<laughs> うん。ああ。 帰ってきてないんだ、まだ。リリー一人なの、ここ。おーえ本当にいないリリーが、だよねうん。ああ、出てきた、出てきたああ、油断させて、みたいな。<laughs> いや、油断しないよね <laughs> お。おーあのテーブルクロスはうん。おー うん、いやけど、ここに呼ばれた時点でもう、警戒するよ。あテーブルクロスで <laughs> みんな、いや、ちょっとそこ混ぜてくれ、真ん中。ふわっとって。うーん。うん。あー、いただきました。極上。うん。うん。いやー、頑張れ、頑張れ。 いや、この格好で言われると不思議だな、なんか。<laughs> うん。え何 <laughs> なんだそれ。言ってあげてよ、そういうの。すごい多分きっとやる気になってたのにね。出花くじかれるというか、なんというか。 ま、けど、クラウス含めこのね、またみんなで再始動って形で、こっからどうなっていくのか、その、それこそその冒頭の、そこだよ。もう今までとは違うよ。すごい厄介な状況になってくるんじゃないので、まあ、こういう風に先にお話し進みながらも、まだね、あの、一人一人、それこそフォーカスされてないキャラクターもいるので、 まあそれも入れてくるって流れに、まあここら辺からちょっとシフトチェンジしたっていう感じなんだろうね。よかったよかった。そうなってよかったっす。ただ、ね2週間ちょっとお休み挟んじゃったっていうのがね、残念だよね。まあけど、本当に最近はそこね、もうみんな最初から覚悟してみた方がいいわね。これからそういうこともあるんだと。 でそこに対してイラついたり怒ったりせず、まあ、しょうがないねって受け入れてね。もむしろそれでも続き作ってくれるんだってとこに感謝して見ていきたいなと僕は思っております。いやー、今回クラウスさん大丈夫かね狙われそうだけど。うん。あ、今回はその子か。あー、それがあれ 報告書みたいな。うん。うん。ああ、まだちょっとダメなのか、実践は。うん。お荷物扱いなんだね。うん。 うん。ああ、じゃあ任務控えちゃうのに来るってことか。うん。うん。めっちゃやられてたもんね。 え何もう読んだの <laughs> もう読んだのはいや。うわー、ほら。うん。いや、そこにさっきのあいつが乗ってんのかなあ罠じゃないと思う。これは罠じゃないと思う。 うん。いや、好きなんだよね。まだ飲んでないのに、匂いだけで、わかるんだね。ああ、好かれる行為。えあれあ <laughs> ナイスなお尻 やばい <laughs> いや、これは違うんじゃない仕掛けたわけじゃないんじゃないナチュラルや。わあ<ー>。うん,うん。違うから泣いてるのよ。うん。あれが前にあったのか最初の頃に。 うん。あ、それも明日動くの。うん。<laughs> 説明がまたね。あ、美味しいんじゃないやっぱさっきちょっとあれだよね。えなんだってなに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 言ってんの <laughs> うん。うん。あ癒すためにってことうんうん。うん。うん えあ、遅い。いや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 違う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 。違うん。ううあ<ー>話があれだね。<laughs> <laughs> 複数手じゃないよ。えへ、いや。<laughs> なんか入ってんのかあれに。妙に疲れた。なことないか。うん。 うん、安全を優先。ああ、やっぱあいつだよ。うん。さっきもあったね、そんなの。しかばね。うん。 いや、そういうの見極めるのって本当難しそうだよね。偽装なのか本物なのか。きたー不可能任務。ええー上回るの。うん。ってことは、他のみんなで。うん。 もう仲間を失いたくないんだね。もうその思いが強いまだうん。なんだろう。あー、またやってんのか。はあ、そこもえぇあはははは。<laughs> 毒かなるほど二重でうん、うん、そういうもんなんだねうんいや忘れるじゃない忘れてるじゃない <laughs> おうん 自分たちでとこう。解けるでしょう。うわー。かっけえ車。あ聞くんだ。で、やっぱリーダーのリリーをね、最初に声かけて。うん。ちやほや。<laughs> あー。あー、ない。 ワーオー。はははは。確かに。うん。いや、そこね。それはさすがに無理だろ。<laughs> うん。ああ、挑戦。うん。 うーん、極上だ。で何やんのうん。ああ、もう手伝わせない気ってことだね。うん。いやー、けどここ連れてきちゃったら、巻き込まれちゃうわけじゃないけど、来ちゃうんじゃないの うん。うわあいきなりそう言うのうん。うん。うん。ああ、だからああいうのがあってね。おやあ、リリーかないや、あいつか。見てんの。 どっちだどっちなんだんああ、クラスじゃないのね。ええー、じゃあ心配なのは、や、んパンクパンクの音うん。あ、パンクと思わせてみたい。あーあああなんで え何があったの今。この短時間で。わわわわわ。うん。いや、どうかね。おおお、すげえ あれって意外とさ、この片手でさ、伸びていくって大変そうだよね、全体重。うん。うん。あえて深追いしなかったんじゃないうん。うん。 うん、腕大丈夫ええ何,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 何、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 何はあー、てかもう一人いるのか。あー、極上。お <laughs> ー。おー。 え何えだってこんな背格好とか、えこれか。そのまんまやん。うん。 全員の。ああええー、てかすごくねわあやばいクラウス一本取られたじゃん <laughs> やったね <laughs> ああ、自然な感じにならないだろうからね。 うん。ああ、で、あとあれだ、裏切っちゃうっていうのもあるだろうしね。おお、うん。うん。まあ、心配してるんだな。うん。 ええー、ってか、それ言えちゃうのもすげえけど。うん。う過労死しちゃうんじゃないうん。うわー、ええー、あー、これでもうあれだ、クリアだ。<laughs> すごい、あー、かわいい <laughs> かわいい <laughs> うんうんなんだ極上めっちゃ続くねう,うんうん じゃ、これはダメなのアウトっていうか、高三にはなんないのかうん。なんだとーうん。うん。うん。 はあうんうーんすげーなえなええけどだいぶいいとこ行ってなかった やーうん、ダメか。うん。いやー、ちょっと逆にあれか、あんな風にやられちゃったから、不甲斐ないなみたいになってんだね。もっと自分がしっかりしないとみたいな。 おう,うん。うん。いや、俺、この子、好きだわ。ああ <laughs> 来た <laughs> いや、なんでしないのうん。おん。いや、こんなわかりやすいことはないね。 いや <laughs> 気づける気づける <laughs> おあれもうあれじゃんもうほぼノージャんいや静寂が。 うん。報告書作ったもんああ、少しでも負担を軽減してあげようと。いや、みんな成長してるね。うん。少しは時間できないこれで。寝れる。おうん。 うん。うん。すごくないそれ。うん。え、何なのグレーテン。あ、やっぱあの、お茶になんか入ってたんじゃないあ、全然違った。全然違ったはず。<laughs> おー。 ええー？どんなスペックしてんのええー？すごいじゃん。すんごい子いるじゃん、ここに。いや、それなのになんで今まで散々失敗してんのこの子があれか、プラン作ってないからか。 うん。うん。ああ、伝えた。わあ。グレーテだけなのかなこれ。うん。<laughs> もう、いろいろ好きよ。ほんと、セクシーだったり。うーん。 ああ、想定通りです。<laughs> うん、選抜。最強えー、誰なの今の段階で最強って。いや、てか、マジで可愛いんだけど、この子。やばいな。好きやわ、いいお尻してたね <laughs>。 <laughs> 衝撃的だったな、あそこ。え、け、あそこから始まったってことなのかなこのクラウスへの思いっていうのは。なんかもっと他にあんのかねいや、てか、マジ天才じゃん。何千通りとか言ってなかったっけで、2秒。2秒だよ。 ありえないスピードだろ。まあ、確かにクラウスだったらね、その半分とかもっとね、早いのかもしれんけど。いや、この子そう、この子こそあれじゃん。<laughs> こっちの女の子と違うのね。もう真のあれじゃん。リーダーじゃなきゃいけど実力者というか。いや、リリーちゃん入ってくんのかな <laughs> これ。最強のメンバーに。 なんかそこには選ばれてないような気がするなだ上級生の中でリリー抜いてみたいな夫人になりそうな気がするな一二三。あともう一人。ああ、けど、うん、もう決まっちゃったな、僕の中では。グレーテ、ジビア、モニカ、ティア。ここら辺なんじゃないの エルナとかサラとかね、やっぱそこら辺は選ばれないと思うんだよね。で、残念ながらリリーも、いや、リリー入ってくんのかな一体どういう風っで、どんな形でね、その暗殺者と対応していく、対峙していくことになるのか、楽しみにしたいと思います。はい、というわけでね、今回のピソーに対する皆さんの感想だったり、僕の役者に対するコメントお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、動画を突がお送りしました。